第1列車シャーベットランド、今日も元気よくマリオカートデラックス、今日ね、2月5日の月曜日からマリオカートデラックス1ヶ月ぶりですいませんでした。今までね、まあ気づいた方結構いると思うけど、僕ね、1月の8ぐらいです。1月8、18の日から2月4日まで、じゃあ2月5日か、多分これ2月6日に上がってると思うんだけど、まあ約1ヶ月間ね、マリオカート事件やめてました。はい。なんでかというと、うん、金にならない。マリカをやるとこで金にならねえからやめました。クズすぎるよ。俺、おめえらのことの金としか持ってねえからね。視聴者イコール金だからね。なめんなめんな、金おい。金がコメントしてる。金がコメントしてる。うん。クズすぎるんだよね。復帰早々クズすぎて、最近俺ね、まあ、本当のこと言うと、まあ、妖怪ウォッチプニプニというね、ゲームにハマってしまいました。まあ、ハマったというかね、僕、プニプニはね、まあ、5年前ぐらいからやってるんだけど、まあ、その動画をね、まあ、上げたところ、まあ、伸びまして、伸びまくりまして、伸び散らかしまして、まあ、なんか、一番伸びた動画が、まあ、6000再生ぐらい、そう。6000再生マリカってなかなか出ないからね。なんで、神にならんにマリオカート、やー見よということでマリカやめたんだけど、でもね、まあ、さすがにね、まあ、僕、7000人、まあ、7100人ぐらいまではマリカだけで、まあ、登録者増やしてきたので、マリカーね、見たいとか、ちょっといるんじゃないかということで、うん、いない、うん、いねえよってコメントやめてね、うん、分かってます、ね。そういう人は、うん、都合悪いから、うん、コメント消すから。俺、都合悪いコメント全部消すからな、うん。自分にとって好都合のコメントだけに返信するから、なめんねん、この野郎。これね、クズすぎる。ほんとね、最近、プニプニ実況とか、まあ、プニプニハマって、プニプニはガチャっていうのがあってさ、ポイント、ガチャ引くためにポイントがね、いるんで必要なんだけど、まあ、そのポイントを集めるためには、やっぱ動画外で、プニプニをやりまくる、周回しまくるしかなくて、そう、マリカーね、するよ、する時間がなかったんで、まあ、できてなかったんだけど、まあ、甘えだね、まあ、言葉を濁さず言うと甘え、うん、甘すぎて糖尿病のやつと、俺、そう、人の子は蜜だって、そう、俺、人の子、蜜の味吸いすぎて糖尿病のやつと、今、血糖値550、そう、俺、ほんとプニプニね、やりすぎまして、うん。プニプニハマって、そう、プニプニとメルルのインスタみんなハマってるから、そう、メルルって知ってるね。そう、キャンキャンか、ちょ、忘れたけど、エイベックスのモデルなんだけど、そう、メルル、プニプニかメルメル、そう、俺、そう、メルルのインスタでシルルが出るル、うん、メルルのあそこをジュルル、うん、メルルでシルルかビュルル、うん、キモすぎて、うん、相変わらずトークキモすぎて、うん、サンダー回避どうして、サンダー回避がどんがらがした、はい、どう、サンダーまで3、2、1、どう、うん、役立たず、お前、この野郎、家行くぞ、この野郎、お前、お前、家行って、お前の鼻の穴に唾液って、お前入れるぞ、お前な、ペーって。いや、もうどうすんの、これ1列目下ボつまらんだ、うん、当たったら YouTube みたい、はい当たらない、はい当たらない、はい当たらない、うん、大パン弱、うん、大パン弱すぎるね、久しぶりにやったんだけどね、いや全然ダメだな。まあ、今日はこんな調子でマリカやります。はい。第2レース DK ジャングル。まあ、ここのコースはま、スマップだかい、うん。スマップ神高い正宏、懐かしいね、うん。なんか赤い鳥が止まってるけど、お前焼き殺すぞ、お前、おい。焼き殺して食いちぎるぞ、貴様、おい。ということで、ちょっとつまんなすぎて、ちょっとつかみ大失敗。漫才だったらもう今から全部滑るからさ。漫才でつかみが重要なんだよ。漫才はね、もう最初ダメなら全部ダメさ。M1 のさやかみたいなね。M1 グランプリ2023のさやかのさ、ね、2本目、見せざん。最初不安やったよな。そんな感じ。うん。例えつまんなすぎて、うん。自称お笑いマニアなんでね。自称お笑いを分かっている男。何にも分かってねえけど、何にも分かってないから、そう、社会の厳しさも分かってねえから、今、不登校でずっとマニカしてる。あはうん。やべえな。将来俺、危な、お前ね。マジ俺、分からされるんじゃないかな。うん、女の子分からせたい。メルル、分からせたいな。メルルのあそこをジュルジュル。うん。ちょっともうやめよう、うん。ということで、いやー、うん、クソチビ、おい。殺すぞ。ここのコースは、まあ、冷静に、まあ、スマップ打開するんで、お前、ちょ、やめろって、お前、おい。お前のアナルにベロ入れて、中でベロ動かして、ヒクヒクさせて、うんこ漏らさせて、そのうんこでカレー作るぞ、お前、この野郎は。取るな、うわ、泥棒だな。あ、訴えるね。そう、俺人のものを奪うけど、自分奪われたらブチ切れだからね、そう。うん、それほんとそうだからね、あの人。人に悪口言うけど、自分悪口やったらブチ切れ。なんかおかしくない？人として終わってる。うん、おい、ハゲクソ、おい。おい、ハゲ、おい。黒川明人。嘘つき変態ヒゲだるまの、おい。変態ソプラノヒゲだるま、キモ、何、ブスガエル、どけお前、牛ガエルって知ってるね、でかいっす。今、スター落ちてた？エイトのスター落ちてたんじゃない？いや、キノコだけかな、ちょっとコインだったかもしれない。いや、もう全然ダメやん、俺、全然いいよ。マリカやるのも2週間ぶりぐらいだからさ、俺ね、実況、マリカ実況が 1ヶ月ぶりかさ、マリカ実況が1ヶ月ぶりだけど、マリカ配信をね、うん、2週間ぐらい前にしたから、まあ、実質2週間ぶりよ、さ、俺プライベートで全然やらないから、ブーメラン怖すぎる。サンダー回避してくれれば、うわー、お前も、当たる、バラス当たる。うわ、あいつマジ引き殺すわ。うわ、泥棒だわ。うわ、最低だな、お前。うわ、友達いねえな、サンダー回避どう。おじさん、友達いねえ、サンダー撃ってくれ。頼む、お願い。お願い。
うわ、ほんま役立たずやな、おめえな、おい。友達いねえな、おい。おい、ズンチキクソ野郎が。うん、口悪すぎて、口が悪すぎる、顔面も悪すぎる。顔面も悪すぎるっての噛んだから今、めっちゃ今微妙な感じだったな、今。ハキハキ言ってたらちゃんと受けてたぞ、もう。どけ、お前、おい。おい、ビーバンババ殺すぞ。うわい、抜いていく。うん、え、何も楽しくねえな、うん。何にも思んねえな、そう。最後俺噛んだのが悔しくて今泣きそう。あはーってね、うん。うぱうぱうぱ、うん。死ね。なんかさ、マリオカートさ、需要あんのかな？僕のマリカー実況。プニプニ実況の方が見たいよって人いる？うん。コメント書いて、そう、あの、マリオカート実況を、毎日やってほしいなって人もいると思うし、プニプニ実況を毎日やってほしいなと思うし、うん、あの、YouTube、赤バンされろって人も結構いると思うんだけど、うん。消えちまえ、消え失せろ、このブスゴミって人もいると思うけど。マリカね、どうなんだろうね、うん。伸びません、はい。マリカート金にならない。うん。ということで、まあ、マリオカート、一本のマリオカート実況で稼げる収益を発表します。500円、はい。ワンコインですね。すいませんな。すいませんって誰に謝ってるのかわかんないけど、マリオカート一回やることに500円もらえます。まあ、高いのか安いのかわかんない。でも結局ね、あの、マリオカートするだけなら安いんだよ、そう。マリオカート別に、まあ、ゲームだから楽しいからイエーイってなるんだけど、あの、編集ね、そう。編集とか、まあ、サムネ作るとか、まあ、いろいろね、まあ、いろいろあるんで、いろいろ、何うん、笑いの感性死んでて、笑いのレベル低レベルすぎて、ということ、あの、本当にあの、ワンコインで、ブニブニ実況は1000円。もう、ブニブニのがいいよな。マリカやっても意味ねえ。もう、金にならないんだもん。金にならねえからな。金にならねえことやってもいいんだからね。クズすぎてさ、俺、金のためにしか動かねえからね、言っとくけどね。本当に。自分は、めちゃくちゃ親友とか家族より俺は金取るからね。金とプライドと自分の地。クズすぎて、相変わらずね、クズっぷりは健在。クズっぷりは健在ということで、まあ、スマップ神高井正広っぷりも、スマップ神高井正広っぷりも3高い人3生で3、2、1、ドン！これで3高いワンチャンない、アイテム交換で6巻頼む！いや、マジ振ったらこれ強いからお願い。これ振ったらバカ強チャンネルなのになぁ。バカ勝ちゲームズ来たのになんで振らないの、このまま。顔面顔むくみババ使ってるんだけど、今日もね。顔むくみババ、顔面顔むくみってちょっと顔が2個入ってるけど、キノコ1個でいい。いや、まあ、よかろうも。この前のこの腐ったナスの煮浸しババ強いな。まあ悪いしね。この紫ババ。この、キノさんをやって、うまい！キノコ1個でいい！よし！よし！これあるんじゃねマジで。青これ。いや、危ないよ。うまい！うまい！うまい！頑張る！頑張る！ああ！おーい！うわ、もうほんと面白くねえ。今何に当たったのに、あのうんこに浮かれた、あのうんこがダメババ、うんこがダメケツフンカババ、いやもう、あうんこがダメケツフンカババキラーね。もうお前平国の草、自然のアネル草、うん、ということで行くクッパ城で、まあばっこりスマップだから、俺クッパ城さんとか俺もう1ヶ月ぶりぐらいじゃないかな、ということで、これね、あのこの前にめーメリマの次に、そう、メーリマの次にね、あの、チーズランドやったんですけど、ボツです、はい。そう、大好きなチーズランドね、あの、復帰一発目のチーズランドのね、神高い見せようかと思ったんですけど、失敗しました、はい。ロングキラーというか、まあ、キラー引けずに死んだんで、はい、まあ、慰めてください。てか、このね、この動画の高評価がね、40いかなかったら、二度と動画上げないよ、ね。まあ、35でいいね。まあ、最低でも30いってほしいとかね、面白いとか、面白いですとか、やっぱ毎日コメントほしい、ね。欲張りすぎかもしれないけど、やっぱね、みんなね、まあ、沢さんもね、言ってたけど、やっぱマンネリというね、うん、やっぱ同じ、やっぱあの、マリオカートやっぱ同じことの繰り返しなんで、毎日。なんでね、まあ、飽きる方もいると思うんで、そう、やっぱ面白いってコメントがないと、いや、ま、さすがに飽きたかってね、やっぱ心配になっちゃうから、やっぱ今日も面白いな、みたいなコメントがやっぱ嬉しいから、まあ、できればね、書いてほしいかなということで、まあ、ここではサンダー回避でもね、誰もサンダー引いてなさそうだな。いや、打っていいよ。持ってんならサンダー打ってお願い。サンダーまで3、2、1、ドン。うわぁ、これ打ったらマジ強かったけど、冷静に行け、頑張れ、冷静に行け。冷静に行った人間勝つ。冷静に行った人間勝って、この頭の上で飛んで、頭の上で飛んで、ハゲ頭で。頑張れ。いや、もうワンチャンなんかのバグでスターが出るさ。いやぁ、うわぁ。いや、待て、全然触れない。でもこれね、悪いちゃいよ。アイテム悪いちいいし、6よりスター引いて、いやー、厳しい。ねえ、これ勝てなくない？いや、ワンチャンあるよ。バナス当てちゃう。3人に全員当てちゃう。青コーラ、オッケーオッケー。
やりやいお前ら青コーラ、青コーラお願い。おーねえあいつミスれミスれミスれ、えミスってお前、おいおいおい、うわー、つまらん、つまらなくないこのゲーム。待って、さすがに一回も1位取らないのまずくない？どう、確定エースゼロってどう？最終レースかな、うん、ツルツルツイスター。ツルツルツイスターなんか1位で始まってるけど、ツルツルツイスターでね、まっこり前張りしようかな。やっぱその打開ばっかり、そう、打開だより、やっぱサンダー回避、運だよりでもダメなんで、実力あるんだよというのをばっこり見せたい。スタダミスすぎる、スタダ下手すぎる。ほんとね、マリオカード時期は毎日上げた方がいいんかな、そう。なんかね、やっぱ飽きるかもしれないから、やっぱ2日に1回とかでもいいのかなと思ったりするけど、毎日がいいなって、例えば意見欲しいや、そう、コメント欄にね、毎日がいいですとか、プニプニと交互がいいですとかね、配信と交互がいいです的なことばかりで欲しいんだけど、もう何でもいいんで、コメント欄に意見くれたら嬉しいなということで、嬉しいなっていうのは、それ MY、それ宮本優也、それ宮本優也さんでゴキブリで、ここの郷さんは冷静にね、スマップ神高いしようかな、最初と言ってること矛盾してるけど、なんか前張りして勝ちます的なこと言ったけど、やっぱさすがにね、サンダー外角レース見たいでしょ。でもメダル。このショートカット俺言っても意味ないから、リスクしかないから。よけメダルねえ、あいつ、うざ、口臭く、パックンの口臭はスキッパ。スキッパックン、口臭はお前、歯周病が。パックンだって歯周病だから、口臭は。うん、切れすぎで、切れ性すぎて、お前、それ何それ、スター、サンダーかと思ったけど、スター、はい、引かれていく。人のこと引こうとすんな、お前。最低だな、お前な。人間性終わってんな、お前。サンダー引いて。いやー、これ、交換できるか。交換できればバカ強いけど。使うのやめて。うざサンダーお願い、お願い、マジ振ればこれ強いよ。いや、マジで振ってよ、お願いだから。いやーこれね、サンダー回避さえすればワンチャンあるんだけどね。サンダーサンダー回避ドン、マジサンダー、アップでスタートライトと思った。サンダーお願い、頼む神様仏様お願いします。サンダーまで321ドン、振らないと俺勝ち目ないんだけど。いやー6やりダブル割れなかった、テレサ、いや弱っ。でもデモンストレーションこれワンチャンある。いやそれ当たったら YouTube 見たい、マジ危ない。当たったら YouTube 見てたよ、危ないよ。危ない、もう後ろ隔離しといて。いや、もう全然ダメやん。なんで1取れないの ?3 位、いや、じゃあせめて2位。せめてー、久しぶりにダイパーしたな。久々にダイパーしたな。ちょっと待って、これやばい、さすがにまず、さすがに。最終レースシャボンロード、さすがに静江変えた、さすがにヨッシーババ、ヨッシーが沙織でばっこりかどうかな。僕が配信でね、配信で散々嫌い嫌い言ってる、そう、キレイキレイシャボンロード、キレイキレイ臭いんだお前、アナル臭い、うん、ということで、キモすぎてちょっとね、僕の動画はね、家族の前で見ちゃダメだからね、絶対に僕の動画はリビングで見ずに、トイレで見るか自分の部屋でね、イヤホンしてみましょう、はい。さすがに確定演出ゼロは、確定演出一回もないまま動画終了、さすがにシャバいね、さすがにクカなんで、シャボンロードも打開できるでしょ。前張りコースだけど、前張りコースって印象あるけど、なんか前まで乗し上がって、いいよ。もう前張っていいね。やっぱヨッシーが強いんじゃない、やっぱね。あっぶね、今ここで食らったらマジまずいから、気がこう、いや強い。これもうショートカーで抜こう。初等化でこのままばっこりこのゴリラババ、ゴリリングババ抜いといて、ゴリラで抜くことは不可能だけど、これトゲ、あとトゲだけ警戒しとけば勝ち。クラクション積もればね、価値観パラダイスなんじゃないかなって感じ。後ろのドンキーコングボム持ってるから警戒。ケーキングババしてこう。いいよ、うまいよ。これね、青コラ譲ってもいいな。まだ来てないの。当たれ。あっぶね、ギリギリ消えていく。いいよ。いやー、ミスった。ミスってもうたー。ボム引いて。いや、待って、めっちゃ、いや、早いよ。早ーのゴリブス。あのゴリゴリブスで、うざ。青コーラって、あいつを不幸にしてくれ。あいつの努力を無駄にしてくれ。頼む、お願い。おーい、お前の負け。軽減じゃないよな。軽減だよね。もうなんでだよ。ただ、ここで赤さん引けばあんちゃん。いや、これ赤さん全然引ける距離だと思う。引いて。お願い。いやー、もうだからそれいらない、そのクラクション。あ、もう青コーラ行かなくて、なんならこれ一回消えそう。
ナイス。イカね、イカがついてるタイミングで水に入ればそう、水の中で食らっても消してくんないけど、水に入った瞬間に消えるからね。キノコ引いて、頑張れ頑張れ、諦めなければ全然あるよ。確定数見せるよ、悪くないよ。あのゴリブスがこんぐらい当たれ、当たって頼む、当たれ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 、抜け、頑張れ頑張れ頑張れ、行け行け、やーやったー、パーッ、じゃあよし、うれしい、いやこんなうれしいんだね、1位取るのこんなうれしいんだね。はい、久しぶりの1位でした、ありがとうございました。